本日はですね、えー、北白河こども不動記を題材とした学校で地域を紡ぐという本、えー、本日、えー、出て、えー、いるはずです。えー、っと、アマゾンもどうなったでしょうか、初め見たらちょっとですね、えー、入荷待ちみたいになっておりましたが、えー、この本を巡って、 でえーまあ、これのぜひですね後書きとかを読んでいただければどういう経緯でできたのかというのは分かるんですけれどわかると思いますが、えー、非常にあの不思議な本であるわけです、えー、それをですね、えー、と私佐藤森弘です同志社大学の佐藤森弘と、えー、京都大学人文研の菊池です、はい、私でございます菊池です 2> の、えー、<laughs> 2>, 2人で編集しまして、えー、今日は著者の中から、えー、本当はもっと長い 文章を書くはずだった <laughs> 福島さん。裏切り者。裏切り者。<laughs> それと、えー、コメンテーターとして、えー、っと、一橋大学の、えー、高田さん。はい、よろしくお願いします。日本史、現代史ということ、はいはい、そして、えー、立命館大学から飯田さん。よろしくお願いいたします。 というわけで、まあ、一応私がこういう感じで、えー、と司会を務めますが、えー、これからはまず最初にですね、この全体がどういうものであるのかというのを第一夜ですので、えー、菊池さんにバトンを渡してですね、えー、お話をしていただきたいと思います。では、よろしくお願いいたします。では画面共、資料の画面共有をしたいと思います。えー ライドします。いけてます。ますはい。最初から。はい。えー、というわけで発、えー、学校で地域を紡ぐ発刊記念トークイベント第1夜、えー、文化運動としての子供どもきというところで、まず私があのアウトラインの説明をさせていただきます。えー、というわけで、まあ、こちら、えーと、学校で地域を紡ぐの、えー、とフライヤーですけれど、あの原さん、あのえーと 半元の、えー、と編集者原さんに作っていただいたあのキーワードを散りばめたチラシですけれどまあおじさんとか学校資料とかあの様々なテーマが詰め込まれたえっ、ー、と大変あの盛りだくさんなあの しかし下手をすると何の本だかよくわからないかもしれないというリスクも抱えた本でありましてまあさまざ、あ、まなメッセージを抱えているんだけどまあそれのあたりを今日からあの毎週あの4回連続で、えー、とお話ししていきたいわけでございます。というわけでまずこの「北白川子供不動記この論集がターゲットにしました「北白川子供不動記という本の説明から始めたいんですけれどまあ1946年生まれの戦後の子。 48名が3年間4年生から6年生まで3年間の課外学習をしてその成果をまとめた知識、えー、っとモノグラフというのがこの「北白川子供ども届」であります。全8章、まあ、大文字の送り火に始まり郷土の遺跡史跡お祭り物語産業風俗そして土地の近代化といったような問題がこの1冊にギュギュッと詰め込まれているという本であります。 まああの小学生たちが頑張ってあの地域のことを調べてそれを作文に書いてでそれをまとめた本であるわけですそしてこの本を読んだあの文化人類学者のうちの国立民族学博物館初代館長梅沢忠夫がまあこれは驚くべき本である子どもというものが良い指導を得た場合にはどれほど立派な仕事をすることができるかということを示す見事な見本であると大絶賛したわけですで、えー、と改めてえと読みますとまあ確かに大絶賛 すすべきテクストでであるわけです、えー、というわけで、えー、とまずこの本、えーと、この本についてまず説明をしていきたいのですが、まずその大前提として、その北白川という土地について説明していきますと、まあ、北白川というのは京都盆地の北東にありまして、比叡山から発する白川という川が流れてますけど、その、えー、と流域にできた、えー、と地域であります。 であの旧石器時代の住居跡なんかが出ておりまして、もうあの郷土盆地の中では、もう一番早くから人が住み始めた土地で、でえー、っと平安京ができましてあの、都市化が進みますと、都市近郊農村としてあの、都の街中に花や野菜を売るあの白川目というあの商売というか、生業が現れるんですけれど、まあ、そういう近郊農村として発展した地域になります。 でこれがえと明治時代に入りますとあの白河の流れを利用した水車がいっぱいできましてその水車の回転力を動力としたあの製粉業その他の産業が発達してきます、まあ、そうすると農業への依存が減ってきましてその農業への依存が減った土地が今度あの住宅地郊外住宅地として開発されていくことになります でこういう真っただ中,中にできたのがその、えーと、私が今所属しております、京都大学人文科学研究所の前身の一つになります、あの東方文化,文化学院京都研究所。えーとまあ、本当にあの農地だったところを宅地開発用に価格分除したすぐあとに建てられているので、周りまっさらなところに研究所ができています。なので、こんなに土地があったんだったら隣、隣も買っておけばよかったじゃないかっていうのが、後々言われるんですけれど、そういうところに研究所ができます。 でまあ、戦後、その後も都市化の域いがとどまることがありませんで、現在に至って、まあ、現在もうあの農地はほとんどありません、この地域。 まあそんなわけでもともと、あの、金工農家、あの、花を売ってきた金工農家が住んでたところに、新たに大学関係者、その京都大学に通うような学者であるとか、サラリーマンが住み始めた、この花売り族と大学族っていう、まあ、これ、梅沢忠夫のネーミングなんですけれど、そういうあのネイティブとニューカマーの二重構造を持った地域っていうのが、この北白川でありまして、その、えっと、ネイティブとニューカマーの子どもたちが、 書き上げた本が「北白川子供不動記という本であるわけです。で、えー、とこの「北白川子供不動記なんですけどまああの地元では天皇陵なんて思われていなかったところがある日突然天皇陵と呼ばれてあの今現在に至ってるなんていう話もその一つですけど、まあ、その逆に、えー、とこれ天皇陵ちゃうかって言われていたお社があったんだけど でも天皇陵に指定されたら周り整備されて畑とか宅地とか取られて大変だよねってことで地元の人たちが密かに神社に移築してしまってあの天皇陵化を防いだっていうこれかなりすごい話だなと思うんですけれどあのそういうお話も載ってたりします。なんか迷惑施設としての天皇陵みたいなそういう地域であるわけです。でえーっと まあこれを書き上げるにあたって、まあ、あの児童たちが頑張るんですけど周囲の大人たちっていうのもあの様々にサポートしていくことになります。まあ、例えばこの本岡敏郎さんが書かれた小倉町遺跡というこの地域の旧石遺跡のお話が書かれてるんですけどあの近所の幡立先生という方にお話を伺っていますがこの幡立先生というのが実は あの戦時中にあの東方文化学院とか人文系の前身組織で実施した運航石窟の調査っていうものに従事してたカメラマンであります。えー、とこの方が、まあ、郷土史家郷土史の研究もされててその方に児童をあの、えー、と元岡少年がいろいろ話を聞いてまとめたということです。まあ、そんなわけで元岡県にはあの、えー、とその先生と,、えーと 小学校の先生である大山先生夫妻と人文研の教授だった森四和夫教授そして真ん中にいらっしゃるのが元岡少年のお父さんである元岡武、えっと、兄弟の農学部教授ですけど、まあ、そんな、えっと、この地域に住む大学関係者と地元の人と学校の先生とが協力して作りあの児童をサポートしていったなんいてい,という作品です。まあ、ただそういうい なんか pta に兄弟教授とかそういうのがいっぱいいるっていうのはやっぱりちょっと特殊だっていうことであの。その担当した大山先生に対してあんたんとこやからできたのよという声が寄せられたと言います。まあそんなわけで非常に優れたあの致死モノグラフでありながらちょっと特殊事例扱いされてしまってあまりその。 作品の、えー、そ,うそういうアプローチというかそういう実践が継承されていかなかったというのは一つの残念だった点かなと思っております。さてここで改めてこのあそうかその前に、えー、とあと,、えー、とこの郷土学習の記録があの学校の人学校の教員によって18ミ、mm、リビデオで撮影されたりあるいはさらにそれをあの ヨダギ県あの日本当時の日本映画を牽引した脚本家ヨダギ県の脚本によって映画化されたりっていうふうにマルチメディア化してたしていく展開っていうのもまた非常に興味深いところであります。さてその後えっ、ー、と地元ではその愛嬌という共同研究の雑誌ができて現在につながっていたりあるいはあの 戦没試合霊の記念書も作るんですけどこれもかなり充実した写真になっておりましてあの当時の戦時中の出生の風景であったりその白河目と呼ばれる花売りの人たちがあの国防婦人会のたすきをかけて記念写真を撮ったりなんていう非常に興味深いあの本になっております。まあ、近年、えーっと 2016年度にはこの北白川子ども不時を書いた OB を学校に招いてもう一度児童たちが地元地域を調べてみるなんていうことも行われました。さて、えー、っとそんな北白川子ども不時なんですけど、まあ、ここで改めてその北白川のみならず他の子ども不時って っていう作品群、ジャンルのこととを考えてみたいと思い思ますでこの「子供不時」という作品を初めて世に問うたのは日本民族学の創始者柳田国夫でありまして、えー、と朝日新聞に「子供不時」という連載を始め後に単行本としてまとめられることになります。 そしてこれにいち早く反応したのが何を隠そうあの宝塚歌劇でありましてその連載が終わって単行本になるかならないかっていう時にこの「子ども不動記」をあのテーマにしたあの少女歌劇というものを発表しております、えー、とさらに同時期あのその児童文学者であった坪田杏二が綴り方子ども不動記なんていうのを出したりあるいは小学校の関係者が「あの15の子ども不動記燃える動心なんていうあの 作品を作ったりというふうにその子どもの綴り方を用いた知識っていうのはさまざまな形でその戦時体制の中で作り上げられてきました。えー、っとまあそういう子ども品ふどきなんていうのも出ましたしそして果てはあの大東亜子ども不動きっていうのが出るわけです。まあ、これ本当に大東亜教育圏全部やるぞみたいな勢いで企画されたんですけど実際には満州とあの東南アジアあのフィリピンボあのフィリピンじゃないですマレーシアのボルネを扱ったものしか刊行されませんでした。 さて、てそして戦後、まあ、戦後1950年代というのは鳥羽浩二さんによって記録の時代と名付けられていてさまざ、あ、まな現場のさまざまな主体が記録に参加していてそしてそうう記録グループ自体がいろいろと交流していった、まあ、サークル村を代表とするようなその運動の交流が見られそういう中で政治的な課題と芸術的な 課題が並行してあの記録の中に立ち現れていくし、さらに映画化などさまざまなマルチメディア展開もなされた、まあ、1950年代の記録っていうものが非常に刺激的であったわけですけれど、まあ、そういう中で子ども不動機もあの毎年のように各地で作り出されていきました。えー、っとそういう中で、まと、あ、りわけあの あのこの時期大きな影響を持ったのが日本作文の会という1950年代に設立され現在に続くその作文教育を進める民間教育団体でございまして、まあ、こちらが「のづり方不どき」っていう日本全国北北海道から南は沖縄までをカバーする休刊本の「通じり方不どき」という知識を編み上げるのみならず。 その勢いを買って世界子供ふども太きっていう世界中の子どもの作文を集めた世界,世界の知識という,あのいうものを作り上げた、まあ、これ50年代の,あのそういう運動の勢いが非常によく出ている作品だなと思います。 で、えっ、ー、と、60年代以降も、引き続き、あの、子供不時と呼ばれる作品群が刊行されているんですけれど、まあ、ただ、50年代とはかなりシチュエーションが変わってくるなと思います。まあ、一番大きいのは、学習指導要領が改定されて、あの、子供自身の経験を生かしていくような、では、ちょっとばらつきが大きすぎるっていうことでもっと科学的、系統的な学習を進めましょうっていうふうに、経験から、あの、系統へっていうような、その、家事の切り替えがあって、その辺が、 あの全国各地のせ、えー、と教師たちにあの教え方っていうのをかなり変,変更させていくことになった、で民間教育運動もこれに、まあ、学習資料要領が変わるので、もうそれを踏まえるしかないわけで変わっていきますし、まあ、それ以上に子どもを巡る環境っていうのが60年代以降、ガガッと変わっていく、まあ、産業構造が変わっていって、そのブルーカラー、ホワイトカラーが増えていくと、まあ、お父さんが全部あの働きに出かけるようになり、 お父さんの仕事っていうものがあの子供たちの目から見えなくなっていく。まあ,あの、えー、と農家だった時代にはもうあの好むと好まざるとにかかわらず子供たちはいやおなくその農家っていう制御の構造に巻き込まれるので仕事の世界が広がっていくわけだけどそれが見えなくなる。まあさらに都市化の進展や受験競争の激化なんかもあってその子供の,の 周りの世界っていうのが急激に変わっていく中でその子どもがモノグラフを描くっていう実践は非常に困難になってくるのが60年代以降そして現在まで続いていることかと思います。 その辺が非常によく出ているのがひど森の子っていうあの島,根県島根県の、えー、と日ぼり中学校というところでその新生中学校ができてからその学校が廃校,廃校になるの75年まで毎年刊行されるあの児童あの生徒作文書があるんですけれど、まあ、初期はすごい生活改善的な内容が盛りだくさんで例えばあの中学生でもこんなアルバイトができるぞみたいなことであの多動製造であるとかあの木の皮を剥いでくるとかいろんなアルバイトの話が 載ってたりして、まあ、こうやって自分たちで学費を稼いで、あのちゃんと勉強していこうみたいな話が載ってるのが、あの60年代半ばぐらいになると、もうみんなあの金の卵として都会へ働きに出るっていうのが標準的なコースになっていてまあ、そうするとそのライフコースと地域の産業っていうものがだんだん切り離されていくなんていう現象が見られます。まあ、多分、こういう状況が日本全国各地で展開したんだと思います。 というわけで、最後にあの再び北白川子ども不動記の話をしますとあの、北白川小学校の 90, 年90周年記念誌に、えー、と北白川子ども不動記を指導した大山,大山先生と出版社山口書店の山口茂太郎さんが対談しているという、えーと、非常に興味深い対談が載っている中で、まあその その北白川みたいに地域が変容していく中で伝統産業が変わっていくっていうのは多分もっと普遍的な問題のはずなんだけどその普遍的な問題っていうのがあまり共有できなかったっていうのがすごく残念だったっていうコメントをされています。まあ、本当にそそのの通りとしか言いようがなくて、まあ、その地域 うん、あの学校で地域を考える、地域のある学校を考えていくっていうのは、いまだあの課題であり続ける未完のプロジェクトなんだろうなと思いますという話で、えー、とそういう話を、まあ、あの歴史学から考古学から民族学から、あの、博物館論、学校資料論、あのアーカイブ論、えー、とメディア論、様、ま、々、あ、ままな角度からあの問い直してみたっていうのが、 今回の論集でございますあのぜひともご覧いただけましたら幸いということでまず私の報告を終わらせていただきますはい、えー、菊地さんありがとうございます、えー、非常にコンパクトにまとめていただいてですね、えー、全容が… つかめたかなというような気がします今ちょっと口ごもったのは菊さんの T シャツが人間ポップ T シャツであることに気づいたからですね <laughs> ありがとうございます <laughs> 人間ポップということです菌持ってるから <laughs> はいありがとうございます、えー、それではですね続きまして、えー、と福島さん東京大学の福島さんからですね今の、えー、と菊さんのお話を受ける形でですね、えー、もっと どうですかね、俯瞰的なというか、そういうような、えー、お話をしていきた、いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。えっと、よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、福島でございます。えっ、ー、と、現在ですね。えっ、ー、と。京都府の北の端っこの、えー、温泉旅館に来ております。別に。雇用に来たわけではないんですけども、調査に来ております。ちょっとこのような床の間背景で。えっ、ー、と、お話をさせていただきます。あの、実はこの場所もですね。えっ、ー、と、今京丹後市、きというふうに申しますけども。 あの近くの小学校で,ですね非常に重要な行政文書が発見されている場所であります。京丹後志士の近現代編とかにとっては非常に重要な平時資料も含めた行政文書が出ている場所でもございます。きょうはちょっと全然別件の,あの資料調査のお手伝いで来ております。それで、まあ、ちょっと霊々しくタイトルつけてるんですが、あのあの別にやる角度はですねそんなあのことじゃなくてですね前座でございます。あの菊ささんのの全体のお話をされる と思ってましたんで、菊池報告を受けたまあ議論の前振りで。 えとあのこのあとのお二人のコメンテーターに何かつなげることがないかなということでお話をあのあのお話しい素材を本当に振り出すっていうのが役目だと思ってます。で50年代以降にですね文化運動に流れ込む系譜をどういうふうに考えたらいいのかなということが今回、まあえー、と文化運動としてのっていうお題もついてるのであのそういうことを少し考えられると。でまあ,あの私あのこの中のコラムでですね「敗北の子供ふ不時」っていうまあ あのこれ先ほどの菊池さんのお話の最後にも大山の話が出てきましたように、あのまあ、一つのすごくよくできた、なんていうかな、あのあの孤独な例みたいな捉えられ方もしましたその後のフォローの話とかもいろいろあるんですけど、まあ、その中でもですねやっぱりちょっと特殊な役割だ、あの位置づけだっていうことは多分、分あのなかなかわれわれも解けてないと思うんですが、まあ、その中でですねあの少し。 あのいろんな活動をしてた人をちょっと捕まえてあの書いてみて「拝力の子供をふどき」っていうコラムにしたんですけどまあちょっとそっからの立ち上がりの手がかりみたいなことが少し例示として出せればいいかなということで申しました。でもごくかん例としてはもうごく簡単で文化運動に流れ込む系譜ってあのもちろんあのいろんなものがあるよねっていうお話をちょっとだけするということでございます。であの近畿の周辺のですねまあ,あの農村特に滋賀のですねコホあのコナン 古南というか、古東ですね。古東古北の、うん、と豊かな農村ではですね、これもよくご存知の方もたくさんいるかもしれません。あの参考文献、このスライドの後ろにつけて、これスライドどうするんですかね後で小作者さんのホームページとかで開けるのかどうかちょっと分かってないんですけど、あの参考文献後ろにつけてますけどあの、えーとですね、例えば今の日野町とかですね、近江八幡市では、あの実は、あの、世紀が変わったぐらいの時期、 まあそのぐらいちょっと前ぐらいからですね、えー、っとその非常に有力な図書館というのがあの各村に展開してたという事例が知られています。本当にあの 海け村とかだとこれ海外にあの大正期から昭和戦前期に満州とかを中心にかなり人材を廃止する場所なんですけどあの小学校段階とかでですねまあでも村民の人も使えるえ村立海け村図書館というまあのができてますしそれからえと近江八幡とかでですねあの本当にあの非常に豊かなあの今でも町なんですけどそこを拝見した地域図書館がですねあの学校これもあの中等教育レベルの学校併設の形なんですがあの へあの展開してますでですね現在も残ってるっていう意味でこれもあのご存知の方よくご存知なんですがおと長浜の木本の,の駅前にあるですねまあ今ちょっとかなり運営大変なんですけど幸福図書館というこれあの実はあの私立図書館であの非常にあの巨大な活動してたやつですね例えばこれ今滋賀県のアーカイブズにいる大月さんとかのご研究とかで僕は学んだと。 なんですがこれもあの明治末ぐらいに設立されて地域の有力者の寄付から始まってですね実はこの図書館を中心にした軍レベルのです、ね、社会活動の中心地だったで、まあ、今京都の街中とかで触れられるという意味で言ったら子ども文庫ですね一時期のあの その盛んな時期から、まあ、70年代80年代をピークだとすればですねそこからは少しあのなんていうか活動としてはあの子どもの数自体が減ったということとですね子どもを持つ親御さんの,あのなんていうか数自体それからまあ社会運動への関心の角度みたいな。 みたいいなななののがが変わっているのでででそんなに盛んではないんにはすが例えば京都御苑のちょっと外れたところから浮いていると急に文庫が出てきたりとか京都物植物園の中になぜかキノコ文庫みたいなのがあったりするようにですねあの実は街角街角に子ども文庫を設置しましょうとでこれがですね1960年代からあの主婦を主な担い手にしながら展開してその後の、えー、と70年代ぐらいに日本の津々浦々にできる公立図書館のですね設置運動のまあ一つの母体になってくるというふうに。 意味で多分学校の学校で地域を紡ぐで取り上げた北白川子ども時の後の段階の展開の1つの例かなということで挙げてます。それからですね、えっ、ー、と、おちょっと待ってくださいね、あえっ、ー、と、もう1つですね、これはちょっと1つの地域にフォーカスした話で、大阪狭山市っていう小さい市がありますけど、そこの北部のところにですね、あのまあ、人口の池の周りにですね、狭山、自由が丘、 住宅地というのがありましたこれ実は戦時中に何回が分譲を開始してるっていうあのすごく乱暴なやつがありましてな、えー、とまあよくよくあるですねあの1920年代30年代からよくある郊外の高台に健康住宅地を作るっていうやつのパターンの一つなんですけどまあ、戦争を超えてですねあの売り切ってですね戦あ売り切ってないのか。えーと 分条展開をして1047段階で53個あるとで例えばここがその例えば北白樺で言ったニューカマーの人たちが 村の外れの高台の上に大量に出てくるわけですがここでもですね例えば狭山文化連盟という形で文化運動ができてでこれがまあ全村に広がる形でこれは、えー、末永そ相でよかったと思うんですけど狭、えーまあ、山村全域の大学出身者を中心に狭山クラブという一つの新しい文化団体が作られてあの、まあ、大学生とかを中心に活動して、えー、と公民館あ、まあ、地区会館公民館とかを中心にですねあの あ、まあ、あの、いわゆるサークル運動プラス図書館とかをして、最終的に損気とか廃止する母体になっていくっていう、まあ、政治、あの、母体化していくっていうのも小さい市町村の中で観察されたりします。で、ですね、で、まあ、ここら辺の系譜とかをどういうふうに組み込んでいくかっていうことが多分大事だと思います。高田さんの、まあ、特に飯田さん、高田さんの中では、高田さんのご報告とか、あの、ご報告ってコメントとかにちょっとつながればいいかなという思って、少し、えっ、ー、と。 近畿で、出したところですで。もう一個ですね、あのちょっとこれは読み直してみてであの、やっぱりちょっとあの書くべきだったっていうか、僕がやるべきだったなと思うところもあるんですが、まあ、全体としてですね、今、多分、えーと、最初に菊さんが言っていただいたように、その子どもをめぐる構造が変わってくるっていう中で、特に、まあ、あのこの子ども不機ができてくる。 途中の段階からですね、できた後の展開する段階とかで、やっぱり教員、教職員組合のですね、構造の変化っていうことが、まあ、大競争の資料調査とかをされた森下さんとかがあの報告書とかまとめられていますが、組合の構造自体の変化があって、あのまあ戦前からもちろん連続する教員たちの世界ってあるわけなんですけど、戦後直後にですね、校長も参加する全校組合からですね、まあ、教員と管理職の対立っていう話が出てきて、ほんで、金票闘争が、まあ、すぐ準備されるわけです、ね。で、 政策自体が変わって学校がしたいって。よりも教育委員会がどういう風に人を配置するかっていう話になってくるで、多分これチラチラ読んだり、議論とか参加していると北白川をめぐる動向に見え隠れするんですが、正面からなかなか取れなかったなというふうに思いました。で、まあ全国のでのですね。多分様々なあの。僕は取り上げた人以外のですね。あの多分こういうのを取り組んで綴り方運動とかの系譜を引いたりですね。あの戦後すぐの。こういう。 えーと子ども不時とかに共感した人たちの多分身の振り方みたいなことがいろんな地域で出て。 出てきてつながってくると面白いかなというふうに思って、まあ多分短僕とかの歴史屋さんなので身近なところでは多分歴,歴史教育者協議会というですねあの一時期すごかった団体あ一時期って言ったらためですね配信されてるん,だよあれなんですちょっと難しいですよねこれがねすいませんえっ、ー、とあのえっ、ー、とあの全国の高校の先生とか中学の先生を中心にまあ地域の歴史をやっぱり聞くにはこの人たちに聞くべしみたいなことがあった団体があったんですけどそういうあたりにやっぱり流れ込んでくるのかなというふうなことを考え。 で参考文献は本当にごくあのわずかずつないですね、各地の自治体使とかですね、それから沖さやかさんの研究とか高橋さんの子ども文庫とかですねちょっとそういうのを挙げて、えー、と飯田さん、高田さんのコメントへ何かつながる素材が出てくればなというふうに思って、えー、とお話をいたしました。とりあえず以上でございます。 はい、えー、福島さん、ありがとうございます。えっ、ー、と、まあ、あの、他の話にどんどんつながることが、えー、出てくると思います。特に、金平闘争なんかは、えー、僕のところにも直接ではないんですけれど、まあ、関係してくるというわけで。 えー、次はですね私が、えー、ちょっと私は歴史学ではなくて、まあえー、美学芸術学とかそっちの方なんで、まあ、どっちかやったらメディア系の研究ということになりますが、えー、少しだけ、えー、お話をしたいと思っております。ちょっと待ってくださいね吉祥う祖調べてるのが出ちゃった。<laughs> 何年やったかなとか思って。<laughs> はい、えー、というわけで私はあのビジュアル面担当みたいな感じでここの えー、北白河子ども不時に出てきている挿絵とか、まあ、特にですね木版画凸版の木版画というものに注目して、えー、論を進めた、えー、わけですでも本当にいろんな図版というかですね、えー、図とか複製図版であったりとか、まあ、先生が撮ったであろう写真、えー、さっきも出てた地図ですねで中でもあこのね版画が何の版画か未だにわからないっていうですね多分ええー、た 紙版画、神版画の一種だと思うんですけど、まあえーと、木版画っていうものに注目してみたわけです。で、えーまあ、詳しくは読んでいただきたいとしか言いようがないんですけど、まあ、戦前の、えー、と創作版画運動であるとか自由画運動、えー、そしてそれからプロレタリア、えー、芸術を、えー、継いだ形での版画運動が、えー、戦後になって、 生活つづり方というものに流れ込んでいくというのがまあ一つ言えると思います。でやまびこ学校非常に有名な無着生協のやまびこ学校にも版画が載っております。え今回の調査で両方初版と、えー、初版の正動者と、えー、正動者だったかな、えー、この百合処防の両方を見て初めて初版には版画なかったんだっていうのが初めて気づいたんですけど、えー、2版目から、えー 版画が出てくるで実はその版画が出てくるきっかけが、えー、暮らしの手帳が関わっているというのも,も少し冷たい、えー、ところではあったんですが、えー、これがまあ一つの多分生活版画と言われるものですね、えー、山を、えー、と山村非常に、えー、産業が炭焼きを中心としたものぐらいしかない山村での苦,苦しい生活を見つめるっていうような、えー、ものが出てくる。でこれをううように え、これは、えっ、ー、と、52年と時間逆のようですけど、初版の後ですね。初版の後に、え夜明けの子らという石田和夫という、えー、多分相当このエナでの中心の人です。それこそ近評闘争ではすっごい戦った、えー、人で、えー、まあ、 共産党系なんですけど、でも共産党ともちょっとずれたような思想みたいな持ってた、えー、方です。まだ生きてらっしゃるかもしれません。で、ここ,こで初めてこの生活版画っていう言葉が出てくるわけです。生活続き方を、えー、えの場合は今度はどっちかと言ったら階級闘争の話というか、えー、賃金。 あだから農村ではなくてえ工場とかがあったりするところだからロードプロレタリアートとブルジョワジーの話とかが中心になってくるここで丸山で働く人というのをえ引用してみましたがで目の前のリアリズムなんですねこれにしても目の前のことです生活版画っていうのはでそういうのがまあ生活つづり方と生活版画っていうことでえ中でも、えー、っと引用していますがここでそのガリバン と、版画という、それこそそのメディアですね、メ,メディアというか、えー、というもので作られたメディアっていうのが、えー、出てくるというわけです。で それをを僕はミニメディアってていいう言い方をししみましたでも表を考えたら僕基本的にはいろんな言葉は英語にちゃんと訳せないかんけどミニメディアって訳せねえなとか思ってですねもう少しやっぱり考えるべきだったと思うんですけれどえつまり小学校の先生と児童及びその周りの親を中心としたコミュニティの中だけで流通する小規模のメディアっていうような えー、意味で使っております、えー、ここで書いてありますね、まあ、さっきのことと基本的ででそのミニ,ミニメディアの中から、えー、出てきたのがまスに流通するようになったのが、えー、まあ、えー、この夜明けのコラとか炭焼き物語だから本当はガリバンについてもう少し 研究したかったんですけれど今回はどうしてもやっぱりこの 3, 3つのいわゆるマスメディアマスのものを取り上げたからでもこのミニメディアとかこういうメディアのことについては、えー、また、えー、後ほどですね、えー、この話を飯田さんに、えー、広げていただきたいなというふうに思ってますこういうミニメディアとかコミュニティメディア地域メディアっていう問題。 で、もう一方で、まあ、これ、版画、いろいろ、まあ、見て、分析とかもしてみたんですけど、一つ特徴的なのが、あもちろん、その、高説、あの、うまい、下手とか、いろいろありますけれど、えー、そういうことじゃなくて、ほとんどがね、過去なんですよ。目の前の現実ではありません。えー、これは、えー、確か、えー、開ける前だし、これはもう完全に江戸時代のことですよね。 えこれはおじいさんから聞いた北,北白川小学校の昔の姿です。えー、多分着物を着て、カバンを背負って、えー、洋装と和装の先生がいるみたいな感じなんですね。これだともう縄文時代になっちゃいます。もうこういうのをそれこそ、えー、だからリアリズムじゃない、現実というよりはもう完全に頭の中での想像、しかもそれがそれこそ、 おじさんたちとか先生たちから聞いた話を頭の中でまあ再構成していくっていうかねそういう作業だとだからで多分この大文字だけがおそらく少なくとも版画においては同時代だと思います。ここれれにしてこれは時代が分かりません だからほとんどその過去を見るっていうことに気づいたわけですこれ実は第一項を書き上げた後にだんだん気づいてきたんだけれど、えー、そこでですねこれはそのまま高田さんに振りたいようなところなんですけれど先ほどの、えー、と菊池さんのところでは、えー、花売り族と大学族というふうに、えー、言ってますが、えー、藤岡健次郎さん、えー、この本、えー、昔の「 北白川子ども不動記にも書かれてこの本にも書かれている、えー、藤岡先生のですね、えー、とお父上なんですけどまあ北白川に、えー、ついて、えー、書かれていてですね、えーまあ、要するにこれがヘテロジニアスだと一質的であって、えー、だからそれこそさっきの言い方で言ったらネイティブと、えー、ニューカマーの混用地区っていうところ。 だからそこでの、まあ、ちょっと想像の共同体的な考え方なんかもしれないけどもしかしたら過去というのが持ち出されてくるんじゃないか共有するべきものとしてでそれを北白川っていうものがの得意性とかです、ね、あんたのとこからできたんやみたいなのは北白川が全国にもしかしたら全国というかね、まあ うん、京都の街中とかはまた全然違うだろうしまたこれが岩倉ぐらいに行くと全然違うすいませんこれ京都の人しか分かりませんねこの例えは分からないかもしれないけれど恐らく北白川っていうでもそういったヘテロジーニアスなあの生活者の偶然的集合地域っていうのがあちこちに出てくるっていうそういう意味での先駆けだからあんたのところであったわけでそれが、えー、出ていくんじゃないかと。 でも先ほど申し上げたようにこれは、えー、あくまでも仮説というかほんまに書き上げる書き上げたもうそ校ぐらいの時に付け加えたことなんでまだまだ考えていきたいんだけどそういうことへのヒントというのを、えー、ですね、えー、高田さんからも、えー、いただければなというふうに思います、えー、私の話はちょっと短めでですねえっ、ー、と内容に関してはですよねもうぜひ読んでくださいとしてか 言いようがないんですが、えー、高田正史さん一橋大学で、えー、南山城ですね南山城、えー、京都の南部の、えー、と住民運動とか文化運動を、えー、研究されている気鋭、えー、の研究者に、えー、といきなりですけど、まあ、今の、まあ、多分菊池福島佐藤から。 の問題提供を踏まえて、えー、とコメントをいただければと思います。よろしくお願いいたします、はいあの。ご紹介いただきました。一橋大学の高田と申します。あの私はこれは日本現代史で、とりわけその歴史ですとか文化をめぐる地域文化運動ですとか、あるいは最近ではあの住民運動なんかにも関心を持って研究を進めているんですけれども、あの僕も なんかこうスライドを用意してくればよかったなと今すごいあの後悔してるんですがあの、まあ、自分の研究にこう即しながらあのお話をしていければなというふうに考えています。であの地域文化運動というふうに申しましたけれども具体的には国民的歴史学運動という1950年代前半に展開されたまあ運動をこう研究してるんですけれどもあのこの運動についてのまず あのご説明が必要かなというふうに思うんですがあの敗戦直後に、えっと、石本田翔という、えー、日本中世古代中世史家の方が、えっと、村の歴史工場の歴史っていうことを、えー、民衆自身の手で書いていくってうことをこう呼びかけて始まりました。で50年代に入りますと、えっと、民主主義科学者協会歴史部会ですとか まあ歴史学研究会というところが積極的に取り上げることで大きな盛り上がりを見せることになります。で実際に運動の中では、えっと、村の歴史ですとか、えー、母の歴史であるいは職場の歴史というものが書かれたり、まあ、それから地域の歴史を題材とした紙芝居というものが作成されるという運動が起こりました。ただあの、まあ、当時の日本共産党の政治方針ですとか 文化政策とも密接に結びついていてたのであの55年に共産党がえっと第6回全国協議会を開催するんですけれども、まあ、そこでそれまでの方針をこう否定したことによってこの国民的歴史学運動っていうものもえっと挫折したっていう見方がこれまで通説とされてきました、まあ、ただその運動イメージっていうものは、まあ、東京在住の歴史研究者の言説みたいなものを中心に構築されてきたところがあったので 私自身はあの先ほどもご紹介いただいたように、えっと、地域南山城地域っていうところにこう着目しながら、まあ、そうした従来の運動イメージっていうものをこう相対化する作業っていうものをこう進めてきたっていうことになりますでその南山城地域の、えっと、木津川市、えー、現在の木津川市ですね50年代当時はまだ総落郡上駒町っていうふうに呼ばれていた地域なんですけれども まあそこの地域青年団をこう担い手としながら城南郷土史研究会という団体が結成されて、まあ、その研究会がえっと国民的歴史学運動を地域で展開していくという流れになりますでこの研究会の担い手自体はえっと50年代以降に地域の歴史教育者、まあ、あの先ほど福島さんのご報告でも歴史教育者協議会のお話がありましたけれども、まあ、そうしたところをこう舞台にしながら 運動データ経験というものをこう発展させていきました。で、この団体は現在でも、あの存続していて、あの、大勢の活動を続けています。で、そうした研究を進めてきたっていう背景の中で、あの、今回の。あの、学校で地域をつむ、紡ぐを、読ませていただいたんですけれども。あの、さまざまな触発を、受けることになりました。まあ、そのことについて、こういくつかお話を、させていただければなというふうに思うんですけれども。 あのまず1つ目はあのやはりや南山城地域でも子どもふどきが作成されていたっていうことで,です。こちらですね <laughs>、はい、あの本書の中でもたびたび研究されてるんですけれども、えっと、1979年に分離学のシリーズの一冊としてこの南山城子どもふどきが刊行されているんですが改めて今回気づかされたといいますかあのそういったところをこうちゃんとこう追っていかなければなっていうふうに思ったっていうのが1つです。 で、その時に、まあ、この本を考えるときに、1970年代の南山城地域における地域的変容みたいなものがあるように感じていまして、えーまあ、そのところですね、えっと、70年代以降の南山城地域では、まあ、文化財の破壊の問題がすごく地域住民の大きな関心事となっていまして、 まあもう少し前と後になりますとりわけその宇治市ですとか常用市といったような比較的京都,に京都市に近い地域ではまあ宅地開発ですとか団地の建設っていうのが進むんですけれども、まあ、それによって流入してきた新住民なんかを中心にえっと文化財保存運動というものが活発に展開されることになります。 で先ほども、えっと、ご紹介した城南郷土史研究会は、えっと、1958年に一度休会、えー、休会期間を挟んでいて、まあ、13年間、休会しているんですけれども70年代の初頭に文化財保存運動がこう地域で高まっていったという中で改めて活動を再開することになりますでそれから文化財保存運動の高まりに加えて各地での自治体史編纂の作業の進展ですとか あるいは85年に控えていた山城の国記500年というものに向けた運動の展開が同時並行的に進んでいました。でそれから、えっと、京都府立山城郷土資料館っていう資料館が、えっと、現在の木津川市にあるんですけれども、まあ、そちらが開館したのも82年ということで、まあ、この時代は一つの地域にとって焦点になっているかなっていうふうに思います。でそうした中で新住民がこう多く地域に流入してきたっていう中で 改めて地域の歴史に関心が集まるっていうところが、えー、と興味深いなっていうふうに思っていて、えー、本格的な検討自体は今後の課題にはなるんですけれども南山城子どもふどきっていうものはそうした当時の地域的な事情の中で読み,て読み解いていくと面白いんではないかというふうに改めて感じたということですでそういった南山城における、まあ、地域的な変容と、えー、地域的変容がですね北白川でも まあ割とこう先行する形で50年代あたりに起きていたのかなっていうことも、えーまあ、まだ試論ではあるんですけれどもそういったことを感じたということが一つになります。でそれから、えっと、この南山城子ども動記を改めて読み直して気づいたことはあの小学校文集の泉っていうものが僧落群で、えっとまあ、現在も多分存在してるんですけれどもこの文集自体は1921年、えっと、大正10年に創刊された 啓明っていう文集にまでその遠慮を遡ることができるんですけれども、まあ、紛れもなく当時の全国的な綴り方教育の流星の中で誕生したものだったと思うんですけれどもねあの要するにその南山城子ども不動機ていうものがその南山城地域における綴り方文化を背景として成立していたであるいはまあそれに依存する形で成り立っていたっていうふうに言えるかもしれません、うん、あの泉 からのこう文集からのえっと再録っていうものもこの「風土記」の中にいくつか入っていて、まあ、そうしたえっと地域的な背景っていうものがあったのかなというふうに思います。でそれからこれはあの佐藤さんからも振っていただいたお話につながるんですけれども、えっと、北白川子ども風土記にとってえっと京都大学の存在といいますかあるいは京都という地域性みたいなものも一つ重要かなというふうにえっと思います。 えっと城南京都市研究会の場合も発足の経緯は京都大学の国士研究室のメンバーが資料調査を名向に地域に入ってきたということが一つの重要な契機になっているんですけれどもえっと研究会のメンバーは兄弟関係者からまあ資料読みの手伝いなどをしてもらうことによってまあそれぞれが自立していくということになります。 でそれから50年代以降も、えっと、国民的歴史学運動の中で生まれた兄弟関係者とのつながりっていうものがこう継続していて自治体支援さんなんかでも互いにこう協力しながら、えっと、仕事を進めるっていうことになります。でもう一つ本書の中で、えっと、気になった点としましては、えっと、育友会の存在ですね。この育友会につきましても、えっと、京都ならではの特色があるように、えっと、思いました。 で南山城の場合もきょだだけではなくて、えっと、同志社ですとか立命館の大学関係者が結構数多く居住しているんですけれどもそうした大学関係者が地域における文化財保存運動にも積極的に取り組むことになります。で常陽市では、えっと、1972年に久世小学校のプール建設予定地から異物が発見されることになるんですけれども、えーまあ、それをめぐってこう文化財保存の運動が展開されることになります。 でその運動の中心的な担い手になったのがその小学校の育友会で、まあ、その育友会には大学関係者も何人か所属していたそうですで。私は以前そのうちの1人から聞き取りをしたことがあるんですけれども、まあ、その方は、まあ、僕はそれまで全然古墳とか、まあ、そういったものを知らなかったんだけれども育友会運動の中でこう初めて教えられたっていうふうに語られていて。 その当時の南山城地域ではさまざまな運動を地域で担っていた人々が育友会の中で出会うことでさらにこう新しい運動へとこう加わっていくというような構図が存在したようでこうした育友会ですとか構図その,そのものについてはこう京都独自のようなふうにも感じるところがあるんですけれども、まあ、その辺皆さんどのようにこうお考えなのかなというところもお伺いできればというふうに思いました。 でこれは最後になりますけれども、えっと、本書の内容そのものに、えっと、話を戻しますとそのなぜその北白川小学校での,その郷土調べの取り組みっていうものが50年代以降こう持続しなかったのかっていう点は結構この取り組みの本質ですとか50年代の文化運動っていうものを考える上であの極めて重要な問いになるかと思います。でまあ、菊池さんはその要因として 教育カリキュラムの変化ですとか学習指導要領の改定ということをこう指摘されていたんですけれども、まあ、60年代以降にこうした取り組みがこう直接的には引き継がれなかったというところが、まあ、極めて50年代的な運動のありようだというふうに感じました、うん、ただしその子ども不動機の作成に携わったまあ子どもたちが その後その経験っていうものをどういうふうに継承だとか発展させていったのかっていう点は結構引き続きこう追いかけていくと面白い4点のように思います。で先ほども紹介しました城南郷土史研究会のメンバーの多くは、えっと、50年代以降に地域の社会科教員となって、まあ、その国民的歴史学運動での経験っていうものを積極的に地域での歴史教育実践ですとか文化財行政と接続させていったんですけれども。 そういった青年層によって担われた城南郷都市研究会の場合とある種こう教師子どもっていう関係性の中で生み出された北白川子どもふときと一緒くたに論じるっていうことは危うさもあるかと思うんですけれどもそういった当時のふどきの取り組みに関わった一人一人がその経験っていうものをどういうふうにこう継承発展させていったのかっていうところはあの個人的にも気になるところでありました少々長くなりましたがすみません私からは以上になります ありがととうございます。あれ、えっ、ー、森弘さんが司会をするのかな私でもいいのかなえっ、ー、と、じゃ引き続き。佐藤さん。佐藤さん、音声切れてるよねごめ,ごめんなさい。あの <laughs> あの,あの騒がないようにして。 っちゃいましたえっ、ー、とですねあの、今のお話を受けてです、ね、少しちょっと討議、まず飯田さんに行く前に、まあ、飯田さんも発言、いつでもしていただいていいんですけれど、えー、一つ確認ですけれど、えーと、南山城ですね、南山城というのは、大体、えー、と京都府南部というふうに考えていいわけですね。 そうですね、富士市以南ですね宇治以南あ、まああの、京都以外の方にもある程度伝わるようにと思いましてでそれが要するに70年代ぐらいだから、えー、子どもほどきから10年ちょっと遅れた形である程度似たようなものが出てくるで今の論点でやっぱり面白いのはこの場合でまた大学とコミュニティの関係というか大学個人と、ね、大学教員 とコミュニティのの関係っていうのが、えー、出てくるででさらにその育友会の、えー、問題とかも、えー、いろいろ出てくるけどなんとなく聞いてたら大学教員が前衛となってあの地域住民を組織していくというかでそこでやっぱりすごくあのこのお話で面白かったのがニューカマーの方がむしろその文化財っていうところになっていくっていうところなんですけどその場合例えばネイティブの方というのはどういう反応だったんでしょうか あのこれについても結構その聞き取りの中でお話があってその地域のいわゆるこう昔ながらの郷土史団体みたいなものも、えっと、いくつか存在してるんですけれどもなかなかそうした団体の方たちとこう一緒にこう運動ができなかったっていうところが課題として残っていたようで、まあ、その辺の古,古いといいますかその地域にもともとあった郷土史の方々との何、まあ、て言うんですかね連携みたいなところは当時の。 まあ課題として残っていたっていうことをお話としては伺いました。あのなんかえっ、ー、とこれもあのウェブに出てるのでウェブネタ的に言うとあのこれまさにあのあれなんですよねまあのちょっと厳密に言うと高田さんのご研究の場所ってずれますけどあのえっ、ー、と例のバベさんのお書きになったツバイ門城はいの、うん、なんていうか中心地ですもんねここねあ<の>そうです<ら>疑問疑問城ですねそう <laughs>、はい、そうあの えーとキツから田辺のあたりの話ってそうで、ちょっとなんかそこら辺のなん、いや別に直接あれが <laughs> 課題ではないんだけど、なんかそこら辺の色合いみたいなのってあります、いわゆるカッコつきの科学的歴史学と戦前との系譜みたいなあたりでの、なんていうか今おっしゃったような、どういうべきかな、ずれみたいな話が要因も、もしくはもっと別の話ですか、そこの今の話は。一緒にできなかった。 そういうところもあると思いますね、はいはい。やっぱり外から入ってきた人たちに対するやや反発ですとか、<ー>ただ、城南郷土市研究会の場合はちょっと特殊で、割とこううまく立ち回りながらそうです、ね、とかそういうところはちょっと特殊ではあるんですけれども。はい、あ、すみません。はい、じゃあ、私もいいですか。はい コメントありがとうございますというか、あの高田さんの,あのご論文はすごく本当に刺激的で、あの何を隠そう、私の,あの,あの大学在学時の指導教官が実はこあの工作員じゃないや、連絡員をやってたとか書いてあって、そうそうすげえ、<laughs> いやなんかそうかそうあの、先生にそういう話をもっと聞いておけばよかったなという反省なんかも迫られました。尾直弘先生生先先でですよ、ね、尾先生です えー、というわけで,、えー、あで、あといくつか補足をすると、あの育友会ってたあのいや、私もあの序章を書いてて、すごい重要だなと改めて思って、今後ちょっとあの調査しなきゃいけないなと思います。えー、っと北白川子供不動機の場合は、その育友会が頑張ってあのバザーやってあの出版資金集めたりとか、いろんな活動をしてるんですけど、あのその、えー、っと時の,あの観光時のあの 育休会会長が、あの島富子さんという女性なんですよ、まず女性が PTA 会長やってるっていうのは、かなり早い事例なんじゃないかなと思うんですけれど、えー、としかもその、えー、と島富子さんって、あの兄弟教授島、島吉彦の夫人なんですけど、っていうだけではなくて、実はあの自由学園の卒業生だったみたいで。うん えと多分かなり教育に関してあの独自のお考えがあった方なんだろうなと思います。なんか、えー、とその辺もあもやってる最中に結構分かってきてちょっと調べたいなと思ったんだけどそのコロナ騒動で図書館の閲覧とかがすごい制限される時代になってしまってあの今回、ちょっとフォローできずにおりました。 その後、えー、と子供ふども不時体験者のその後っていうのも実はあのあの学者になったのは、えー、とこの本今回の論集に寄稿されている藤岡寛太郎先生、山岡良平先生のお二人なんですけどほか、まあ、にもすごい面白い活動されている方いろいろいらっしゃいます。まず山岡先生に関してはその後、 えと蟻の研究者になりましてこの蟻の子知恵ちゃんのお使いっていう、えー、となんか蟻の子知恵ちゃんが頑張ってあの仲間家族のために餌を捕まえてくるっていうハートウォーミングな話なんだけどでも絵,絵がリアリズムなので <laughs> えとちょっとなかなかシュールであるってそういう作品があるんですけれどあと山岡良平先生に関しては実はあの。 黒澤明監督、8月のラプソディっていう作品に、えっと、実は協力していて、それは何かというと、ラストシーンでアリが一列に歩いていくっていうシーンがあるらしいんですけれど、そのアリを一列に歩かせるっていうのの演技指導というか、アリを一列に歩かせるためになんかアリをが歩くフェロモンをいろいろ地面に塗ってみたりとか、いろんなことをやって、その黒沢作品を支えたっていう、そういうこともやってたりされる方。アリの演技指導はすごい話です。<laughs> ご本人すごく謙虚な方でそういうことを全くおっしゃらないんですけれどあのご住所を読むとそういうことが書かれていて大変びっくりしましたというのが山岡さんであともう一人あの、えー、とその小倉町遺跡をのことを調べた本岡さんっていうのがまた。えーと 大変ご活躍される方で、えっ、ー、とその後、あの、えっ、ー、と、洛西中学高校だから、佐藤森弘さんの先輩になる方ですけれど、に入られて、京大農学部入った後に、あの、えっ、ー、と、とととととっととあの味の素の。 に入るわけですね。あの農学部出て、で、えっ、ー、とインドネシア使社長をされて、インドネシアで味の素を売りまくるっていうか、その現地化されたマサッポっていう調味料をあの現地で売りまくるっていう、えっ、ー、とまたこれもなんか文化史的に非常に重要な仕事をされている方だなと思ってます。本岡さんはそのあの子供不登校の経験っていうのは本当に自分の原点だっていうことをいろんなことを檻に触れて書かれてる方で、今は、えー とあの退職後はフードバンクの立ち上げみたいな仕事を各地でなされていて、今、小田原であのフードバンクを作ってらっしゃるという話を、あのこ,のえー、とこれをお送りしたときのお返事でいただきました。まあ、そういうわけで、あのうんまあ、あの関係者のその後というのは非常に重要なテーマなので、またおいおい追っかけていきたいなと思っておりまますあ、えー、ありありががととううごござざいいしたます。 いやあの本当に今のお話で南山城がある意味で今度は北白ってか北と南になってるけど、えー、一つのついてくるって言ったらとなくこれがね京都で終わっちゃうのもなんかで他にも多分こういう場所っていうのが全国で多分、えー、都市近郊で大学教員が住んでたりして京都市研究とその入荷マっていうのがもう少しいろんな形で。 あるんじゃなないかなとこれはだから、えー、僕たちが、えー、全てやるもちろんここでは、まあ、一つの、えー、一つの例として北白川っていう土地を中心に取り上げたけどそういうところを他の方々にも、まあ、広げていただきたいなみたいな、えー、ところっていうのは思います。 じゃあ,ありがととうございますえー、っとそれではですね、えー、もう一方、えー、飯田豊さん、えー、よく新聞に最近出てらっしゃいます <laughs> マ,、えー、マスメディア研究がですねあそうですねテレビ研究でさらに携帯電話の研究とかさまざまにされていますけれど、えー、覚えてるのが昔僕は前にいた清華大学でお呼びした時とかは要するにコミュニティテレビとかですね、うん、そういったコミュニティテレビ あ,あ、もちろんメディア論の方です。メディア論で、そのコミュニティメディアとか、その地域と、えー、テレビやラジオ、そういうようなことを研究されてたというのを。やっぱり、あの、思い浮かべて、えー、今回は私から、声を、かけた次第です。えっ、ー、と、ぜひ、じゃ、コメントの方、よろしくお願いいたします。皆さんはい、えっ、ー、と、ご紹介いただきました。飯田と申します。はい、えっ、ー、と、よろしくお願いいたします。僕も、あの、スライドを使わせていただきます。 はいえっ、ー、とよろしくお願いいたします。であのまあ先ほどえっ、ー、とご紹介いただきました通りあまああのちょっとメディア論をあの専門にしておりますので、えー、特にまあこの本のですねえっ、ー、と六章七章あの後半あたりですねえー、まああのまあメディア論にかなりこう近いえっ、ー、とまあ議論というのがまあ展開されてえっとおりますので特にまあそのあたりまあ読ませていただいたことをあの中心にえっ、ー、とコメントをさせていただきたいと思っております。 でえっとまあ、ちょっと何をやってる人間かなかなかちょっと一言で説明しにくいんですけれども、えーまあ、あのメディア論の中でも、まあ、メディアのまあ技術ですね、えー、とインフラであるとか、えーまあ、その機械であるとかあの例えばテレビで言えば番組の中身の話というよりもやっぱ受像機であったり、まあ、放送のシステム、えー、みたいなものがどういうふうに発展し、まあ、どういうふうに不器していったのかと,、えー、とそういうようなことを、まあ、あの中心に。 えと研究をしておりますであのこの本の、まあ、最初に菊池さんがあの、えー、と紹介をされた、まあ、いろんなこうキーワードがある中で先ほどまあ佐藤さんもおっしゃいましたが、まあ、コミュニティメディア論ということがまあ挙げられて、えー、いました。であの、まあ、ただまあ当然ながら1959年にはまだそのコ,ミュコミュニティという言葉も日本では定着をしておらず、まあ、コミュニティメディアっていう概念もまあ輪郭をなしていなかったわけですね。 言ってみればこう後付けになってしまうような面もあるんですけれども、まあ、あ,のある意味この「北白川子ども不読記」をまあコミュニティメディアとして捉えるということで、えーまあ、何が見えてくるのか、えー、と逆にまあそのコミュニティメディアの研究にとってあの、まあ、この本がまあどういう意義があるのかというふうなことについてちょっと考えたことをあのお話しさせていただければと思います。 であと、まあ、からあの少し詳しく説明をさせていただきますけれどもあのコミュニティメディアっていう言葉がまあ定着していくのは大体70年代前半ぐらいなんですねで、えー、とそれっていうのはまあきたかども不動期が書かれた時というよりは、まあ、子ども不動期そのものがまあ数量的にピークを迎える時期と,と重なっていますということはま,あまさにその子ども不動期ってものがこう全国でこうえと作られていくことと、まあ、あのその時代にコミュニティっていう概念が 日本の社会の中でこうしっくりきていたっていうことには多分深い関わりが、えっ、ー、とあるんだろうなと。いうふうに、あの捉えることもできるのかなと、えー、思っています。で、えっ、ー、と今日の、えっ、ー、と。まあ、あの、まあ今日、ここには、えっといらっしゃらないんですけれども。えっ、ー、と、まあ第七章ですね。えっ、ー、と、まあ池川さんが。 あーえー、と関係性を紡ぐメディアプラクティスとしての「えーまあ白えー、と北白川子ども不記ということでまさにその、まあ、メディア論の観点から、えー、とこの本「えー、北白川子ども不記について、えー、論じていらっしゃいます。これはあの非常にあの刺激的であの、まあ、メディアプラクティスっていう言葉は、まあ、あの聞き覚えがない,い,い、まあ、初めて聞かれたっていう方もあの多分多分 えー、今あの配信ご覧になっていらっしゃる方の中にはまあ多いかと思うんですけれども、まあ、メディア論の中ではまあ割とよく使われる概念では、えー、とあります、えー、と2003年ですけれども、えー、と水越新さんと吉見俊也さん、まあ、僕の師匠の筋に、えー、と当たる先生方ですけれども、えーとまあ、メディアプラクティスっていうまあ本を、えー、と出されていて、えー、池川さんも、えー、とこの、えー、と本をまあ参照しながら、えー、とこの「 あのまあ、7章を書かれていいるととうことで,すでまあ,あの、まあ、メディア状況を積極的に組み替える編み直すデザインするといった思考性を持った活動として、まあ、あのこの「子どもの時」を捉えると。 でえー、とまあ共同研究の主体がまあ生徒であると、まあ、児童と、今だと児童と言った方がいいのかもしれませんが、えー、でであることで、えー、まあ記録者の事故に向かうベクトルと、えー、まあコミュニティを中心とするまあ社会というまあ外に向かうベクトルと、まあ、そのこうバランスの良いこう狭間に、ま、あのメディアプラクティスとしての,まあこの子ども不動きの取り組みがまあ機能していたと、でそれがまあ極めてこうボトムアップ型のまあ価値創造につながっていくという話ですね。 でえっと、僕自身、このメディアプラクティスっていう本には非常にまあゆかりがあるといいますか、あの僕の研究のこう出発点になっているようなところがえとありまして、それはあの先ほどえっと佐藤さんがあのご紹介してくださったまあコミュニティテレビのえと話なんですけれども、このメディアプラクティスって本の中にえと、アスケダムさんという方が一章、論文を書かれています。であのメディア、アート、コミュニケーション、北欧と日本、えー、メディアの夢っていう。 タイトルなんですけれども、えー、とこのまあ u k e さんという方はあの、まあ、デンマーク出身のビデオアーティストの方なんですけれども、まあ、70年代後半から80年代、えー、中頃にかけて、まあ、日本のケーブルテレビ局がまあ行っているまあ自主放送を全国各地を回って、まあ、そのこうフィールドワークを行ってらっしゃった方なんですね。多分あのどの日本人よりもあの全国回って 各地のまああのえっ、ー、とまあ地域テレビの取り組みというのをまあ見てえっ、ー、といらっしゃったあ方です。であのこの本の中に書かれているのがまあ一番印象的だったのが静岡の漁村にある稲取えっ、ー、と東伊豆ケーブルテレビだとでえっ、ー、とここに感銘を受けて、えー、まああの非常にこう物置のような小さなスタジオと驚くほど簡易な機材しかなかったけれどもそれはそれは立派なあの地域報道を、えー、成立されさせていたと。 でえっとまあ、この頃っていうのはもうすでに、まあ、いわゆるこうニューメディアブームっていうのが、えー、と日本で、えー、と起こってまして通産省主導の取り組みであったり、えーとまあ、あの郵政省、えー、主導の、まあ、こう国家的な、えーまあ、こう地域メディアの布、まあ、設というふうなことも、えー、と行われていたんですけれども、えー、とそういった、まあ、あのトップダウン型の、えーまあ、コミュニティメディアの、えー、と政策よりも えとまあ、この東伊豆の、まあ、田舎で行われているような、えー、まあ住民がまあ町の情報をまあ手作りでこう伝えていくようなものの方があの非常に面白かったし、まあ、海外で紹介してもものすごく受けが良かったんだというふうなことをえと書かれています。でコミュニティメディアという言葉がまあすぐにあの地域情報化であるとかこうニューメディアっていうまあ言葉に置き換えられていって、まあ、一旦たん下火になっていくんですけれども飛鳥さんはむしろこの。 えー、そ,のその直前ですね、えー、ま,まさにそのえっ、ー、とまあある意味こうケーブルテレビがこう装置産業としてこう拡大していく前の、えーまあ、こうなんか文化運動として各地で、えー、展開していた時期の取り組みに、えーとまあ、興味を持たれていたわけですこれがそのあすけさんからの直接いただいたあの当時の写真なんですけれども、まあ、この写真見ていただくと左も右もあのメシアでメシアとメシアの間に。 えー、テレビ局があるっていう、えーまあ、非常にこうちっちゃなスタジオといいますか、えーとまあ、場所で本当にこんなあの十畳一間ぐらいの、えー、と,ところで、えーまあ、毎日放送を、えー、して、まあ、ビデオも当時も普及し始めた頃ですので、えー、とこういった、まあ、街のいろんなところにこう出かけていって、えー、と取材をするというふうなことを、えー、とやってい、えー、ました。 でえっとまあ、東伊豆って、まあ、ここの地図にありますけれども、まあ、あの東伊豆優先テレビっていうのは下田からちょっとこう北の方なんですけれども、えっと、下田が、えっと、1966年に、えっと、自主放送を始めていて、えーまあ、あのこれが今現存している、えっとまあえー、自主放送をやっている、まあ、日本で古い一番古い、えっと、ケーブルテレビ局です。でえっとまあ、あの70年代における えーまあ、あのケーブルテレビの関係者っていうのは、まあ、こう先行研究によるとですけれども、まあ、ベトナム反戦運動であるとか、まあ、安保反対闘争とか、まあ、あの学生運動の影響を受けていた、まあ、人物が多いとでそれで、まあ、地域の市民運動であるとか、まあ、文化運動っていう、まあ、性格を伴っていたというふうに、まあ、あの評価をされています。で、まあ、文化運動という性格っていうのは、まあ、あの解釈の仕方によるので間違いではないと思うんですけれども、えっと、個人的にはそんなに反戦運動とか安保 闘争とか学生なの影響が強かったのかなっていうのはちょっと今から振り返るとちょっと疑問に思うところがありましてちょっとまあ当時の研究者がやっぱそこをこうちょっと強く読み,読み込みすぎてしまっていないだろうかと。 もうちょっと別の動機であったり、えー、まあこういったものはこう発展していった経緯みたいなことをやっぱり読み取っていく必要があるんじゃないかなというふうなことで、えー、あんまりこう今この昔のケーブルテレビの研究をしている人ってほとんどいないんですけれどもちょっと改めてここ数年あの本格的にあの取り組んでいるところです。でまあ下田はこんな感じですね。 でえー、と先ほどのコミュニティとかコミュニティメディアっていう概念との、えー、と関わりなんですけれども、えー、と今、えー、と画面に映して、えー、といますのが倉、まあ、は進む!」っていう、えーまあ、都市社会学者の人が、えー、と1970年に、えーと「夢売新聞」に寄稿した、えー、と記事です。 でえーまあ、新しい地域社会、えー、コミュニティの創造とか生活の場における人間性の回復といったことが叫ばれていて、まあ、下田テレビがその、まあうがになっていると、コミュニティえー、メディアという葉はまだ使われていないんですけれども、えー、ちょうど、まあのー、注目しておくべきなのはこう、日本でちょうどまさにこの時期ですね、まあ、それまで社会学の専門用語だった、まあ、コミュニティということばが、まあ、日常的に、えー、広く使われる言葉ばにも変化をしたということです。 でこれは、えーとまあ、菊池さんがあの、まあ、普遍的な問題として、まあ、60年代以降の変化ということに、えー、と言及されていたり、えー、それから佐藤さんが、まあ、その異質的な生活者たちの、まあ、偶然的、まあ、集合地域みたいな言い方をされていたまさにその60年代以降の、えーまあ、社会の変化というものと、まあ、密接に、えーとまあ、関わってちょ,ちょっと。

えーまあ、その直前ぐらいといいますのが、佐藤栄作内閣の、えー、社会開発路線であるとか、えーまあ、大都市のまあ人口集中であるとか、まあ、郊外の宅地開発みたいなことで、まさにあの先ほどからずっとこう議論出てるような、まあ、新旧住民のまあ対立であるとか、コミュニケーションの不在みたいなことがまあ社会問題化してきたまあ時期ですね。でまさにそのの地域といいうものを再構築していくと いうことの必要性がまああの広く認識をされていた時期ということになります。でこのまあ浦沢さんっていう方はまあ60年代それから70年代にかけて、えー、まあ自治省のコミュニティ研究会とかにまああの参加をしてまさにそのコミュニティセンターみたいなものがあのこう作られていく全国に作られていくまあそう,そういったまあ政策のまあ立案にえとまあ関わっていくようなえっと方でした。 でえーとまあ、ケーブルテレビっていうのはもともと南視町対策で田舎の方に建てられるものなので、まあ、いわゆる共同アンテナですねだから CA っていうのはコモンアンテナあっていうふうに、まあ、当初は解釈されていたんだけれどもちょうどこの頃からこうコミュニティアンテナっていうふうに、えー、と読み替えられて、えーまあ、その自主放送のまあ重要性っていうものが、えー、と語られていくように、えー、となります。 でえっとまあ、田舎から出発してるんですけれども60年代ぐらいからまあ都市型のケーブルテレビっていうものも、えー、出てくるとで、まあ、東京オリンピックを契機にして、まあ、あの中継局がいろんなところに設置されますので、まあ、農村とか漁村がまあ南市町っていう、まあ、そういう地域はどんどん減っていくわけです。で逆にまあ高層ビルの谷間であったりだとか、えー、まあ新幹線がまあ設されて えー、行くことで、まあ、新しく、まあ、都市部に難市町地域が、えーとまあ、出てくるようになったと。でコミュニティって言葉も要するにまあ地域社会というよりはむしろ、えーまあ、こう新しい何、えー、て言いますかね、えーとまあ、今ご説明したような、えーまあ、こう新旧のこう、えー まあ住民がこう入り混じっていくようなこう新しいまあ地域の在り方みたいなものを指していて当初はやっぱり明確にえと地域とコミュニティという言葉がえまあ,ある種こう対,対立的にえとまあ対抗的に使われていた時期っていうのがあのしばらく。 うーあったとでコミュニティメディアってことはもうそういった中から、えー、とまあ出てきているとそう考えますと,、えー、とこれまさにあの先ほど佐藤さんご自身があの引用されていたえと部分ですけれども、まあ、全国のあちこちで、えー、佐藤さんここでは従来のコミュニティとは違うっていうふうにえと書かれてますがまさにその異質的な生活者たちの偶、えー、発的守護地域 が増えてくる中でとかむしろこの偶発的な死後地域のことを、まあ、当時はむしろこうコミュニティとっていうふうに、えーまあ、あの呼び分けていたというふうにあの言えるのかなと思います。 でえっと、やっぱりここの、まあ、変化みたいなことについては、まあ、あの菊池さんも、えー、と序章の中で、えーまあ、1970年代以降に数量的なピークを迎える子ども不時については行動、えー、成長期をターニングポイントとしてした、まあ、子どもをめぐる変化学校をめぐる変化、えー、とそして、まあ、社会をめぐる変化が幾重、まあ、にも繰り重なっているということを、えー、と書かれている、まあ、ここともすごい関係しているかなと思います。でえっとまあ、コミュニティィメディアという本が年に えと出版されれているんででですすけれどもも、まあ、そこでもはっきりとですねコミュニティメディアっていうのはその古い伝統社会にある地方ではなく、えー、現代における都市社会のうちに芽生えつつある、えー、コミュニティを育てる手段に他ならないというふうにまあそう書かれているんですね。これは多分今のコミュニティって言葉とかコミュニティメディアって言葉の使い方とは明らかにえ違っているかなと今はほとんど地域メディアとかとまあ同義でえと使われているかと思うんですけれども、えー、と70年代初頭っていうのはちょっとこう特殊な あの意味が、えーまあ、持たたれていたかなと思います。で、えー、と当時倉澤、まあ、さんとか、まあ、当時の都市社会学者の人はコミュニティって言葉あ、まあ、皆さん聞き慣れませんよねこれはどういう意味かっていうと、まあ、現実の地域社会のことを表しているのではなくてこれは、まあ、期待概念なんだとあるいは、まあ、社会目標なんだというふうな言い方を、えー、と繰り返し使われていました。でえーとまあ、ある種こう 理想といいますか、まあ、ある種こう観念的なモデルとしてコミュニティというものがこう考えられるようになっていったわけです。でまあ、それに基づいて、まあ、コミュニティメディアというものもある種こうあるべき姿みたいなものが、まあ、広く、えー、と共有されるようになると、まあ、それにはちょっとこう両義性といいますか、まあ、そのあり方みたいなものが、えー、とまあ確率、あかすみません、確立化していく傾向というものが、えー、と出てきました。まままさにこう今まで、えー、今日まででま日現存 えー、自称を続けている、まあ、下田がまあ典型的なんですけれども、まあ、ある種のこう反権力志望といいますか、まあ、こうオルタナティブメディアとして、えーまあ、自分たちをこう位置づけていくような、まああのまあ、文言といいますか、えー、ある種のこうマニフェストみたいなものを、まあ、積極的に出していくようになります。 えーまあ、地域、県域にまあ2局とか3局に限定しているのは、えーまあ、既存の控訴局というのがまあ自社の採算、えー、しか考えず、まあ、地方の視聴者の欲求を無視して、えーまあ、チャンネル増加に反対しているそういうまあ河川的な経営をしているということですね。で、えー、とこういう免許制というのがまあ最大のがんなんだと,で、えー、とそういうまあ権力者の横暴に対抗していかないといけないという結構威勢のいい あのこう宣言というものをあのケーブルテレビのこうあり方としてまあ掲げていくようにえー、なってえー、いきます。そうするとまあそのと土地土地の、えー、まあ えー、今こう根ざした、えー、放送のあり方みたいなことがあんまりこう考えられなくなってきてまあ価値、まあ、ある種のこう価値がまあ最初にこう観念として存在していくとでなんかその地域ごとのこうボトムアップなあの実践っていうのがこうシュリンクしていったっていうふうに、えー、まあいやちょっと厳しく捉えることもできるかと思います60年代までの自主放送っていうのはまあ当初任意団体非、えー、営利組織つまりまあボランティアで えっと、やられていた局がいくつかあったんですけれども、まあ、ビデオが導入されていくことなどによって、まあ、多大な設備投資が必要になってきて、まあ、株式会社に、まあ、しないといけなくなると。そうすると、まあ、事業の継続性であるとか、まあ、ビジョンっていうものが、えっと、必要になってきて、まあ、ある種の、こう、ケーブルテレビ局の方みたいなものが、えっと、できていくということが、まあ,あ、あるかなと思います。で、まあ、あの、伝統的なメディア産業論では、まあ、むしろこういうふうに。 あの事業の継続性みたいなものが確立されていったっていうことはむしろこうポジティブにえと捉えられていくんですけれどもただまあ例えば池川さんがあのえっとまあ えと7章のですね「えー、と北白か子ども動雪」の、まあ、ある種のボトムアップなあるいはこうソーシャルデザインとしての実践っていうふうなところで、まあ、評価をされているような、まあ、観点から見ますと個人的にはやっぱそこには共感するところがありましてケーブルテレビの自主放送についても、まあ、ボトムアップという点では70年代以前の方に、えー、と面白さが あ,のあるかなと思っててまして長くは続かなかったんですけれども、えーまあ、ユニークな取り組みが実はあのーまあ、全国各地で、えー、と行われて、えー、いました。 でえっと、今、むしろちょっとこちらの方を中心にあの掘り下げてあの研究をしていきたいというふうに思っています。まあ、岐阜県の郡上八幡が、あのこれ、まあ、一番最初に自治放送を始めたところなので、まあ、非常にこう有名なんですけれども、えーまあ、兵庫県の霞であるとか、えー、和歌山の新宮であるとか、このあたり、あんまりあの掘り下げられて研究されていないので、えーっとまあ、ちょっと今、あの本格的にちょっと取り組んでいきたいなと思っています。 京都で言えば、あの網野町って、今まさに福島さんがいらっしゃる、えー、と京丹後に今、今、九州合併されている京丹後になって今、今まさに網野町にいます。ア旧網野町<笑><笑>、はい。ここも実は六十年代後半から七十三年ぐらいあの。自主放送をやっていたあの地域でして、はい、そのあたりも、ちょっと、これからあのしっかり掘り下げていきたいな、というふうに思っています。 でちょっとやっぱりなんか雰囲気が全然違うんですね、何か何を目指してるのかわからないんですけど、これはあの60年代、えー、これはあの63年か65年に放送されていた郡条八幡の,、えーまああの取り組みを、まあ、当時あの紹介している学習漫画ですね、「オラが町のテレビ局」っていう風になっていて、まあ、お寺のえと地下にスタジオを構えて、えー、まあ放送してますので、まあ、みんなが出演者ですみたいな。 取り組みで当然だからまあ反権力志向でもまあ何でもなくてちょっと何を目指しているのか一見よくわからないようなところがえとあるんですけれども、えっと、まあここはまああの地元の名士であるとか、まあ、学校の先生が運営の中核をえとになっていました。 でえーとまあ、どちらかといえば社会教育であるとか、まあ、婦人教育、まあ、婦人会のこの連携みたいなことを、まあ、主たる目的として、えーまあ、あの取り組んでいたようでただこれなんか毎日月曜から金曜まで夜帯番組を、えー、町民がご飯に分かれて作っていたようでもうなんか1年ぐらいでみんな飽きちゃってやめちゃうんですよねだからあんまり続かなかったのでこうやっぱもう産業論的には全く評価されてないんですけれども まあちょっとこうやはり今日から見るとちょっと別の観点でえこう評価をしていくっていうふうなこともあのできるのかなと思っています。で、えー、とあとまあちょっと最後に、えー、とまあ7章と6章をまああのとかまあ他の章とも関係しますけどやっぱまあメディアミックス、クロスメディアっていうふうなことが、まあ、北白川子ども風土記にとって非常に。 キーワードになっているということだったかと思います。そのメディア的特性を再解釈する際書籍というメディアに目が行きがちだが取材調査の過程の段階でその都度発見的な効果をそこに関わる生徒たちももたらす教育性があったと。でまあ「郡上八万テレビ」とかに関わっていたのはむしろ大人が中心だったわけですけれども当時はまだビデオもないので放送したら何にも残らないんですね。 まあそれでもまあ毎日月曜から金曜まで1年間えまあ持続できていたっていうことはま,あまさにそのプロセスそのものがやはりこうえ価値を持つものっていうふうにえと捉えることができたからだろうというふうにえと思います。で、えっと、あとこれもあの佐藤さんがあのえと先ほどまあご自身でも引用されていた部分ですけれども。 あのまあ、やはりこの生活つづり方にまあ生活版がを合わせた、えー、とまあ教育運動っていうことがやっぱ個人的には非常にあの面白いですしあのこの話を読んだ時に僕があの真っ先に思い,つい思い出したのがですねあの重森公園写真評論家の重森公園が、まあ、1959年まさにあの北白川あの子供ふども不時があの作られたあのその年にまさにその生活記録について あのまあ文章で綴るまあ記録っていうものとまあ写真の特性っていうものはそれぞれあの対象が内に向かうのと外に向かう、まあ、そういう違いがあるとでやっぱりこの2つをまあ,あの結びつけてえとまあ考えてえいくまさにそのカメラと文章による生活記録っていうものがまあこれから価値を持つんじゃないかというふうな話ですけれども、まあ、これはまさにあの佐藤さんが今あの ご説明された生活釣り方に生活反応を合わせた教育運動という話とかなりリンクをするかと思いますし池川さんが書かれていた僕は最初に紹介をした記録者の事故に向かうベクトルとコミュニティを中心とる社会という外にベクトルに向かうその間のまのメディアプラクティスとしてこの「北白川子ども吹を捉えるという発想と極めて通定している発想なのかなというふうに思って いますでこれはまさにそのアマチュアカメラマンっていう人が、まあ、100万人とかも1,000万人ぐらい規模で、えー、とこれからどんどん増えていくはずだっていう、まあ、あの将来的なビジョンっていうものを、まあ、あの重森さんが当時見据えていて。 えーまあ、それが何をもたらすかみたいなことを、えー、と考えられていたわけですけれどもまさにこのアマチュアの話っていうのがあの6章で、えー、佐藤さんが、ま、あの指摘されているバナキュラー文化っていうこととあの通じてくるのかなというふうに思っております。ということでちょっとこう断片的なあのコメントになりましたけれどもちょっと個人的にあの刺激を受けたところをあのちょっとお話しさせていただきました。とりあえず以上です はいありがとうございますえー、と最後の最後でえっ、ー、とドキモ抜かれたんですけどここのは二人重森公園人間が <laughs> 実はあの変変じゃ茂森賞受賞者っていうそういうは、ね、<laughs> あの実はちょっと <laughs> あのそれわか分かっててありがとうございます <laughs> ありがとうございますじゃあちょっとえっ、ー、と会場していただけますかあはいはいあのでも本当にこのあの非常に刺激になりましたそのち いや実はあのー、我々はこれ終わった後とに、まあ、地域っていう名前で、えー、やったわけなんですけど果たしてこれが地域だったのか先ほどのだからローカルと多分コミュニティというかねコミュナルっていうものの違いっていうのはちょっとこれあーのー僕らも意識はしきれてなかったでももしかしたらまあとにかくその、えー、と北白川はある意味でもコミュニティ。 であったたのかななというようよ感じをしましまそうすると,それとやっぱりそのコミュニティとっていうのはコミューンっていう言葉になるともう少し強く分かるようになって、うんあね、でこれが例えばもしかしたらこれもう一回相当前に読んだんで怖いことは忘れてるけど滝,、えー、滝川山,山コミューンかあそうそうそう。うん ああいう団地の問題とか、ね、ニュータウンとかそういうような問題にもこの辺りというのは次にどう広がっていくのかというような気がしました。それともう一つあの高田さんと飯田さんに共通してポスト北白川じゃないんだけれど70年代っていう。 まあこれは59年なんで、まあ、50年代から60年代の架け橋っていうところ、えー、なんですけれどこの70年代っていうところでああのいろんなところでいわゆるそのコミュニティができてくる南山城でもそうだと思うそういう意味でね、うん、それとあと技術的な変化によって、うん、この時は 8, 8ミリですよねだから学校が作ってるのは 8mm 映画と写真機とやっぱり何といっても版画だったのが。うん あのー、70年代になるとそれがまあビデオまで出てくるビデオはまああれにしてもっていうようなところとこれは妄想ですけどさっきのコミュニティ、えー、テレビの、あのー、下田のやつでしたっけ僕はあのー。 が止まってる写真大好きなんですけれど、<laughs> はい、それより中の様子が、もう完全に現在の大学教員の各机の上の状態を思い出させて、ですね私たちのメディア実践、えー、なんていうのを、えー、考えて <laughs>、えー、見たあ、思ってしまったんですが、えー、どうでしょう、あのレスポンスを、えー、著者側からお願いします。お福島さんん行きますうん えとあのさっき菊池さんが拾っていただいたところで言うと,その、えー、と高田さんの方にちょっと戻すっていうか多分引っかかってまた飯田さんの方にもお聞きしたいんですけどその子どものあ参加した人たちの経験の話みたいなのは多分この話最初のセッションの時から実は。 議論しててあのあと、要するに菊池さんがおっしゃっていただいたように追跡ができてて個々の人の話の展開できてるんですがじゃあそれが地域にどう受け継がれたそれは飯田さんの今の話で、えー、と70年代80年代の一種の,あのなんていうかコミュニティメディアの経験みたいな、もしくは今もコミュニティメディアっていろんな形で切り口で活動している人たちいますけどもそれがその なんていうかなまあちょっと難しいやっぱりちょっと地域っていうのがあんまよくない今となってはすごい悩んでしまってその,あの感想文にもそういうの来たんですよあの感想文いご感想でもそういうですね地域っていうのは何ですかっていうすげえつらいこと言われたんですけどでもなんかそういうその空間の中で社会を作ってるっていう課題の話とちょっとどういうふうにその空間の社会構造自体がどう 変化するのかもしくはもうこ,これは実はしない話なのかっていうあたりはなんかすごくそこはあの高田さんのコメント出発で聞きたいなと思ったのとまあ今のお話の展開の間にこの男5人の部屋には実はお布団が敷かれ僕は <laughs> 旅温泉旅館料理を食べられない代わりに配給された寿司を食い、佐藤さん猫を膝の上に乗せ出すっていう事故が起こってるっていうのをご報告してください。あで視聴者の方がありがたいことあコメントが後で来てるんで、ちょこちょこと来てますね。はい、うん、来てますし、それから七十人ぐらいずっと見ていただいてるみたいなんで、ありがありがたいことです。はいありがたいと思います。すいませんちょっと別語と申しましたけど以上です。どうしよううん高田さんなんか今の受けてありますか。 <laughs> <laughs> そうですねなかなか難しいんですけれどもやっぱりその地域っていうものをどう捉えるのかっていうところでやっぱりそのコミュニティっていうところをどういうふうに理解するのかっていう論っていうのは結構重要だなって今改めて思いました。でそれれからその飯田ささんのの出された論点ですとそのやっっぱりテレビっていうものが やっぱりどうしても文化運動っていう意味合いからいくとやっぱりテレビみたいな大衆文化を花開いていく中で文化運動みたいなのを衰退していくんだっていうような語られ方も一方でするんですけれどもそういった構図ではない、えっと、地域メディアというか、まあ、コミュニティのあり方みたいなのが提示されていてあの個人的にはすごく面白いなと思ったんですけれどもあまり福島さんの方にお答えできてないんですけどいや,いや,いやすみません、はい、あの全然悩んでいます話だっ <laughs> 高田さんと飯田さんの話がある意味で60年代後半から70年代ぐらいのところでかかっているっていうことはあの50年代から60年代そして60年代から70年代っていうところの差異っていうのがそれがまあ80年代に入りとかあーのー、まあ、現代に至るまでのに つながる問題なんじゃないかなというふうに思いました。であとでまあ,あの菊池さんとか返者としては地域っていう言葉の中地域がある意味でニュートラルかなと思って強度とかね。まあ,あのして強,強度コミュニティに比べてニュートラルって判断をしましたね。うん、えっとちょっとあの綺麗なカバーを忘れたけどあの4回目のえー、っと 「学校教育と地域資源」っていう会のコメンテーターでご登場いただく須永聡さんっていうあの教育士専門の方がをお招きする予定ですけどその須永さんの「あの桑原正雄の郷土教育」っていうあの白論をまとめられたすごい重厚な作品があってまあ郷土というものの願意それだけ50年代における郷土の願意っていうのを深められてる本があって,ってまたこの後も引き続き議論していくテーマべきテーマだろうなということを。あの 飯田さんあとすいませんちょっと一つだけえせっかくだからあのテレビが見せ物だった頃の著者飯田さんがいるところでぜひお聞きしたい問題がありましてそれは何かと言いますと十八ページ本書の98ページですけれどこの,、えー、とその映画版の,あの主人公というかあの え映画版でその狂言回し役になるのが主人公のお父さんが、あの、電気屋の親父でテレビを修理する人であるんですよ。なんか、電気屋の親父っていうものをもうちょっと、あのも、もっとダサいものみたいなイメージでなんとなく、あの、映画を見てたんだけど、実はこれが発表された1960年代、 っていう時点を考えると、あの、テレビを修理するおっちゃんっていうものはもうちょっと、あの、ハイスペックなも,ものとして見るべきというか、なんか見方を変えるべきかなというのを感じたのと、あと、序章でも指摘したんだけど、これ、客、今後、えっ、ー、と、 映画版の話でその、えー、と与田技研の,あの文章を引用してるのが同じ98ページにあるんですけどあのその映画の対抗軸としてテレビっていうのが出てくるっていうことをすごく気にしながら実はこの脚本を書いてるっていうことを改めて見てそのやっぱりこの59年60年におけるテレビ映画っていうかメディア状況みたいなことをちょっと改めて。 考えてみなきゃいけないなとあら改めて思った次第で、ぜひ井田さんのコメントが欲しいというところです。お願いします。559年でちょうどあの三丁目の夕日の一作目の年ですよね。なるほど。あのええ映画ので、うん、あのちょ木村雄一があので電気屋さんというか、修理、うん、屋さんでこう壊れたテレビを引き取りに来るっていう、うん、あの役ですけど、やっぱ当時のテレビものすごい壊れやすかったのと、あとはまあ、うん、あの。 あの映画の中でもあのテレビを注文してもなかなかおうちに来ないっていうものかしたずっと描かれていて結構あの自作のテレビが結構多かったんですよね。なので電気屋さんが技術指導しながら、えー、と組み立てキット型の今でこそ自作のパソコンとかちょっと前までみんな作ったりとかしてましたけどやっぱああいう同じノリでやっぱテレビを作る。 製品として買うのではなくて、うん、安上がりなので、えーと、そういうこともやっていたので、うん、だそういう,そう,いうまあ技術指導ができるおじさんという意味で言えば、やっぱりこう地域の中で一目置かれてた可能性っていうのは、やっぱり当時高いんじゃないかなと思います。うん、であとは、まあ、いわゆるこうテレビ誌で、まあ、あの本にもあの僕の本にも書いてますけど、やっぱ街頭テレビの話がまあ普通出てくるんですが、まあ、街頭テレビってまあオフィシャルにはやっぱり関東しかなかったので。 あるいは日本テレビがやっていたものですからじゃあその関東以外はどうだったのかっていうとやっぱり電気屋さんの軒先にテレビが置かれていて、うん、それが街頭テレビだったわけですよね。 はずなので、まあ、そういう意味でもやっぱりちょっとこうプレゼン地域の中でもプレゼンスはものすごく高かったような気はしますあ映画の中では街頭テレビみたいなのは映ってないんですけどただ修理しに行く先が、まあ、実在する城外院っていう、まあ、中心的まあ北朝鮮中心ぐらいにあるというかね、うん、お寺でお寺にはあったんだなっていうようなところを今思い出したんですけどね。うんうん お寺とかまあ集会所でみんなで見るみたいな、お寺,まあ、お寺が買うっていうケースもあったでしょうけれども、えー、と例えばみんなで見れるように、まあ、例えば自治体が買ったものとか、あの町内会とか、町内会じゃ買えないですかね、うん、あの学校が買ったものを買うと思います買って、買いる町内会買ってお寺に置いておくとか、多分そういう見せ方はあったと思うんです。うん あ,あ,そうかあれ僕坊さんのテレビやと思って見てましたけど<や>違<う>もちろんその可能性も,お寺もお金あるでしょうから、うん、<laughs> その可能性もあると思いますただ外院にはみんな行く可能性はありますよね確かにであのうんそういうふうに考えたら確かに面白いしだからあれ時代コミュニティメディアの表彰だったっコミュニティテレビの表彰だったかもしれないっていうでその城外院っていうそれこそネイティブのお寺に多分ニューカマーの子たち も来るだろうし、まあ、あそこではその取材に来るっていうのが映画の中での設定なんですけどあの依田義孝がそこまで考えてたのかどうかもしかしたら行く先がお寺でお寺にするためにテレビ屋にしたのかもちろん原作にはテレビあ電気屋さんの息子っていう設定はないわけなんで。 別にあそうだから、んかだから話をしたこの,この人があの、与田に話をしてた小学生が映画見て、な,なんか自分がテレビ屋の息子設定になってるっていうのにびっくりしたって話なんですけどあそうそうあ。でも、そうですね、だからあの時点での確かにテレビ屋さんというか、電気屋さんの存在って非常にやっぱり重要だったのかな。 ナナショナルだったかもしれない、それこそそうですねやっぱりナショナルショップが果たした役割ってものすごくあのテレビの普及に大きかったですねだからまあ普通あのよく、えー、とロイヤルウェディング59年のロイヤルウェディングとかオリンピックをケーキにとかって言うんですけれどもやっぱりまあそれだけではなくてやっぱりまあテレビってまあいわゆるゲップで物、えー、を買うっていうものの日本ではじ始まりだったわけでやっぱまあ,ある種そういうなんか 地道な営業みたいなのを結構ナショナルショップやってたっていうようなまあ研究もありますしちょっとついでに僕のもう一冊の共著の本を思い出したんですけどここにもテレビの,あの当時の広告っていうのはやっぱり50年代ですねナショナルえとかがえ非常に出てきてて面白いっていうのをこういう本にも書いております <laughs> まあそれはね <laughs> どうでしょう、えー、と時間的には大体予定の時間 とはなっているんですがちょっとまああのまあこと今日がえっ、ー、と一応第1回ということになって、うん、次から第2回第3回だから本当にあの池川さんさっきちょっとメッセージで来てって呼び出したんだけど見てないのかどうなのか。残念 <laughs> それはかわいそうや えと次回ですいや実は池川さんはあの初回に登場した方がいいかなというふうにちょっと交渉はしたんですけどちょっと予定がつかなくてあの次回になりました。あまあ、今日のビデオを見ていただいてあのなんか議論していただきたいなと思います。はいというわけで、えっと、次回ちょうど、えー、今から1週間後になります。それは えー、リサーチアートロンということでそれこそ今話題になった池川さんそして、えー、タイルと誇コラとツーリズムの2人のアーティスト谷本さん中村さん、えー、ともちろん谷本さんはこの本の想定からブックデザイン全部やっていただきましたそして、えー、ハップスの羽賀さん、えー、そして、えー、と上あの文,文博ですね文化博物館の、えー、上田健二さん、えー、をお招きして第2夜。 とといいいうのはお送りしたいと思いますそれから1週間ごとに、えー、第3夜第4夜と、えー、1ヶ月にわたって、えー、行います、えー。というわけでですね結構たくさんの皆さんが、えー、に、えー、見ていただいたと思いますし、えー、あのー 今から切、ね、ったらアーカイブ、配信対象でちゃんとアーカイブされてるのかもドキドキもんなんですけれどアーカイブで見れることになるかと、えー、思いますので、またそちらの方もぜひ、えー、よろしくお願いします。ほかに皆さん、一言何か、あれますでしょうか。あの福島さん、何んかいたそうだよね。僕、何番目の順番がいいかなと。じゃあ、私、まずいきます。えー、っとなんだろう結局そして 今回こういう形であのオンライントークイベントっていう形でやってるけれど、うん、なんか、なんか一億総 YouTuber 時代みたいな形の中で、我々今再びこれを読み直すわけですけど、なんていうか、うん、そのコミュニティメディアっていう課題は、うんなん の蓄積っていうのは決して古い話ではなく今私たちがまさに直面しやっていかなきゃいけない話なんだなというところで本当に刺激的に勉強させていただきましたあのお二人のコメンテーターに感謝申し上げます。 あ,ありがとうございます、えー、と左斜め前ぐらいで宴会の準備が着々と進みつつあるんで宴会の声が入らないうちにちょっと喋 <laughs> っておきますけどすいませんありがとうございましたあの本当にお二人のことでちょっと別のところででもいろいろ考えるヒントを頂いたのですそれから頂い,いてるコメントであの学校の一種の,その平準化機能みたいなのが多分本気で働いてた時期が、まあ、もちろんあの実は格差が地域内で北白河の中であるんだけども平準化機能みたいな みたいなことが仮想であれ、働いてた時代だったんだろうと思ってで今ですね。あの今まさにきくさんおっしゃったように。実はオンライン化になって、えっ、ー、と学校のその平準化機能みたいなのがかえって逆に。 ダメになりつつある要するにこの環境を整えられない子どもたちアウトなんですよね、うん、あの3か月ぐらい勉強してないみたいな人実はたくさんいる状況になっててその中でもう一回やっぱりまあ後半2つは実は学校資料論だったりあの学校の,あの話で2本あるんですけどやっぱりちょっと学校っていうことがどういうメディアなのかっていう話がもう少し後半で聞きたい、うん、聞いていきたいなというふうに聞く側の立場で思いましたすいません以上です。ごめんでて コメンテーターのお二人、何かありますでしょうか。うん、いきます。もういいですか。あ,あ,よろしあ、じゃあすません、あ一<で>言だけ。<laughs> はい、あの佐藤さんがコメントの中で、あ,あ,あと,ああと池川さんが待合室に入ってきた。た <laughs> お、すごい。 オッケー。許可した。けどオッケー。<laughs> おるおる。さんの話が出てたんで。確か。そう。来週でいいのに。<laughs> うん。ま、また。まあ、アーカイブを見ていただいて。このことも次の回にちょっと引き伸ばしていただいてメディアプラクティスのね。あのお話っていうのを。えっ、ー、と、飯田さんがすごくしてくださったんで。あの、池川さんもひ、ひと、一声。<laughs> あの来週よろしくみたいな、ね。<laughs> 来週に向けての意気込みを <laughs> あ。飯田先生、ご無沙汰してます <laughs>。ご無沙汰しております <laughs>。久しぶりです <laughs> すみません、なんか全然授業でギリギリまで今まで、<laughs> <laughs> すみません、<laughs> ご苦労さんでございます。<laughs> いそうすぎるなんか映画の中で、でも実は超重要シーンの読みがちょっと深まったので、はい、それを本当にいけるのかどうか問題が多分来週、菊池さんか、はい、佐藤さんがそうおっしゃいます。<laughs> そうね、びっくりしました。 今日の話えさっきの飯田さんの最後の一言をよろしくお願いひと言何をか忘れちゃったんですけど <laughs> あの加藤さんおっしゃったまさにそのあのあ東伊豆の,あのスタジオの写真がこう今の大学教員の状況っていう <laughs> ななんか本当に僕もそう思ってまして今日取り上げた事例は割とこう真面目に知事放送をやってる例なんですけど <laughs>、うん、もっと思いっきりふざけ でやってたところもありまして、ちょっとなんかそっちを今後、<laughs> 中心にまとめていきたいなと思ってますので、またどっかでお話しする機会が。はい、あの、あればと思いますので、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、高田さんも。<laughs> はい。あの、今回この北白川子ども風土機に関わる、えー。皆さんのごへご研究から、やっぱりこの <laughs>。私としては、南山城の。 えとこの「子ども不動機」をいかに読み解いていくかっていう新しい課題を与えていただいたなと思って、うん、本当に感謝してるんですけれども、まあ、それがいまだ保つを追いかけたいんですよ。ああ<ー>、はい、すみま <laughs> はいそれが1点一点です。あとあともう一つはその京都っていうところに限定しないでっていうお話ですとあのまさにその多摩地域もあの私見ていまして。 あの特に国立を中心に50年代の文化運動とでその後の住民運動っていうところを見てるんですけれども、うん、やっぱり南山城とややこう似てるところがあって、うん、この成長期にこう団地なんかが団地や宅地開発が進んでまた新たな新住民が運動を始めていくっていう地域で、まあ、必ずしもその子ども不動期には引っかからないんですけれども、まあ、そういった何て言うんですか同時代的な状況の中で。 こう子供ふどき南山城の子供どもふときもいろいろとこう読み解いていければなという,ふうなことを、えー、と考えていますあの。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。した今日ありがとうございました。じゃ池川さん、来週の宣ではもういいか。<笑><笑><笑>よろしくお願 <laughs> い呼び出し,てします,ます、えー。それではですね、第1夜、いろいろと議論が盛り上がって、第2夜、第3夜、第4夜につながっていく。 話題もすでに出ていると思います長らく皆さん視聴ありがとうございますまた来週もぜひご覧くださいそれでは失礼いたしますお買い上げのほどよろしくお願いします <laughs>